こんにちは。おもとの方面園です。今回は根の少ないおもとの植え替えについてお話ししたいと思います。おもとを植え替えしようと思ったとき、根が少ないこともあります。そんなときの植え替えのポイント3つと、そこから根を多くするポイント3つについて解説します。根の少ないおもとの植え替え、ポイント3つ。 三つのポイントは、水苔を巻く、小さい鉢で植える、二本一緒に植える、です。写真のように、根が一本から三本ほどで少ない場合、水苔を一本から二本巻きつけて植え付けします。これは、お元がぐらぐらしないように支える役目と、根が少ない分、水苔で水持ちを良くするためです。 植え付けでは、なるべく小さい鉢に植え付けします。とは2本、または3本で植え付けをします。大きい鉢に1本だけ植え付けをすると、根も少ないので、鉢の中の乾きが悪くなりやすいです。2本3本で植え付けることで、それぞれと同士が競争して根を伸ばすようになります。おとと、 鉢の大きさを考えて植え付けをしてみてください。植え付けをしたおもとを水桶の中に数分から10分つけます。砂利などの用土が乾いているためで砂にしっかりと水を含ませます。これで植え付け完成です。では根の少ないおもとから根を多く出させるポイント3つを紹介していきます。 春秋の根の成長期に水切れをさせない。他のおもとと乾きが同じようになるように。最後に過保護にしないです。春秋の根の成長期に水切れさせない。おもとは春と秋の成長期に根を伸ばすので、この時期に水切れを起こすと、新根、枝根、根先、 根の成長がすべて止まってしまいます。ある程度乾かすのは大切ですが、カラッカラの水切れは根の成長が止まってしまいます。もしなっても、またしっかりと水をやれば再度伸びますが、乾きによっては根の成長が止まってしまうこともあります。他のおもとと乾きが同じになるように、おもとは 根の少ないお客様の中には他のおもと全体のおもとの乾きを見ながら水をやる方が多くだと思いますので全体の乾きと同じぐらいに乾くように水ごけを巻いたりして調節します。根の少ないおもとだけが乾きすぎたり水が持ちすぎたりすると成長が悪くなります。 私たちのおもとのイメージは水がありすぎてもおもとは根を伸ばさなくても良いと思うでしょうしある程度乾かないと根を伸ばそう根を伸ばして新しい水を取ってこようとも思わないと考えています過保護にしない。根が少ないとついつい過保護にしてしまいますが過保護にしすぎないようにしましょう ある程度乾かないと次の根も出てこないです。まとめ、根の少ないおとの植え替え。三つのポイントは、水苔を巻く、小さい鉢で植える、二本一緒に植える、です。根の少ないおとから根を多くするポイント三つは、春秋の根の成長期を水切れさせない。 他のおもとづくりもベテランさんになると春秋の成長期前に根なしでこう外して成長期にしっかり根を伸ばして育て上げます過保護にしすぎずに根を増やしていきましょうはい では今回の根の少ないおもとの植え替えはいかがだったでしょうか私たちおもとの方面園ははじめよう伝統園芸おもとという本も土地の葉書房さんから出版していますそちらもおもとの参考にしてくださいまたこの説明欄から飛べる私たちのホームページやこの YouTube でおもとに関することを様々に発信していますので今回の情報が少しでもためになったという方は いいねボタン、チャンネル登録をしていただけると嬉しいです。お元の方面でした。ありがとうございます。